日本も平和だな。俺もなんかしないとな。日本の役に立つことか。あ、そうだ、あれしよう。え、刺す気ある？ありますよ、ちょっと待って。え、刺さっ、あ、あ、いたいたいた。ちょうど 2万本ぐらい刺してもらうつもりだから終わらんよ、これ。めんどくさいから、こうやっていきますよ。こうやっていってみよう。引っ張るから。なんでこれが日本のためになるかって思ったらね、つめやじが言ってきたよ。爪楊枝か、うん、なんて言うと刺したら木に刺さっとるんですけど痛さはとかはないんですか。うん、ないよ、そういうの忘れてきたから。どこに SNS の誹謗中傷が多いでしょ。そうですね。でその誹謗中傷を一箇所に集めれば、はい、みんな幸せになれるんじゃないかなと思って。あ、はい、どこに集めようかと思ったら、はい、ここしかないなと。ああ、その、うん、みんなが持ってる針のトゲのようなものをこの爪楊枝に見立てて。そう、あ、考えてるんや、うん、ちょっとだけ化け物。はい、はい、お、はい、1個目。1個目終わったね。すぐですか。3つ目。おぉ、もう最後くやん。ちょっと前髪寂しい感もあるんだよね。でも前髪欲しいですか。この辺寂しくない。この辺黒が多いから仕方ないな、ほんと欲張りさんなんだから。ちょっと追加発注しといて、あと5万本何時間コース。おぉ、こう、すごいね、こうやって見るとつまんでたね。当直ね、これハゲ取るですわ。隠したけど。遠くから見たら金髪よ、タラの。どうすか、どんな気分ですか。すごい、マスク中にほんとやけいされてる。うわぁ、あ、すげぇ。うわぁ、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 すっごいまでバレ。全然っすよ。うわ取れてないもん。激しく絡み合ってますわ。ああ、すごい。プラトニックラブですわ、もうこうなると。これやばいよ、おい。あ、すごい。うわ、なんか寂しい。お、寂しい。癖になる。真似ちゃって。そう。